はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はチーム戦っていうことなんですけど、今回のチーム戦ただのチーム戦じゃないんですよ。今回は僕ヨッシーが考案したルールでやっていこうと思います。っていうのも、ただチーム作って戦わせるっていうだけだったら、もう全部100ミリパラワンみたいな、全部100ミリのスマトラとか大平田で埋め尽くされたようなバトルになってしまうので、ちょっとね面白みに欠けると思って、もっといろんなクワガタが活躍できるっていうルールをちょっと考えてきたので、そのルールで、今回はやっていこうと思います。で、そのルールっていうのが、こちらになります。まず1チーム5頭の、チームで編成して、その5頭のチームで、戦っていきます。で、先に3回勝った方の勝ちっていうルールで、で、その勝ちの条件、勝敗の条件については、リングからまず落ちたら負けっていうのと、背中がついたら負け、あと戦意喪失で、逃げ出したら負けっていうのと、あとは戦ってる時にもう明らかにこう危険だったりとか、まあ怪我をするリスクがあるなって思った時のドクターストップで、敗北っていう条件をつけてます。そして次のルールで、5頭の合計体重、全部の合計体重が 35g 以内になるようにチームを組んでくださいっていうルールがあります。そして次に、5回試合をするうちの第1試合、第2試合、第3試合、第4試合、第5試合っていう風に、試合ごとにね、各試合ごとに、それぞれ体重制限を設けてます。で、あとは最後に、一応危険性とかがある場合だったら、ドクターストップをかけるっていう、ルールにしました。この試合のルールの中で、体重制限っていうのを設けてるんですけど、で、そこで各試合ごとにね、約 2g の、振り幅があるっていうのが、まあ、カニ味噌で、第1試合から第4試合まで全てが、軽いクワガタ、まあ、軽くてね、ちょっとその分弱くはなるんですけど、軽いクワガタを使えば第5試合の最後の試合でマックス 15g まで、の大きいクワガタが出せると、だから最後の試合で強力なクワガタが出せるんですけど、逆に第1試合から第4試合までもう強めの重量級のクワガタを持ってくれば、最後の試合で 7g っていう、もうそんなに強くない部類のクワガタになるんですけどっていう風になってしまうので、体重、まあどうやってチームを作るかっていうので、結構ね、その第1試合が強かったり第3試合が強かったりとか、そういったバランスがちょっと変わってくるよっていうルールになります。なのでね、平均的な強さでチーム作るっていう人もいれば、第5試合とかでもうめちゃめちゃ強いやつ持ってきたいっていう人もいればっていうので、そういったところでね、自由にパワーバランスを調整してチームを組むっていうのが、今回のルールになります。で、このルールはいろいろなクワガタが活躍できて、なおかつ極端な力の差が出にくいっていう、ルールっていうことでね、調整していったんですけど、まだまだね、アラとかはあると思うんで、その辺の気になる部分に関しては、またねコメント等で、教えていただけたらと思います。とまあね、大体ルールっていうのはこんな感じでやっていこうと思うんですけど、今回は、サンプルとしてね、僕が、一チームね考えてきました。こちらです。で、このね、もうドルクスで固めたね、ガチムチドルクスチームに関して、これに対してね、対抗できるチームっていうのを今回は、この動画内でねグッチにちょっと考えてもらって、そのチームとねドルクスで戦っていこうかなと思います。じゃあグッチ、ちょっとねこれでこのドルクスに対して対抗できるっていうルールで、はい、ちょっとそうですね、まあドルクスがめちゃめちゃ強いですね、これ。赤足って、赤足って強いんですかね、これ。赤足に関してはね、はい、正直まだね、あんまりデータ公表してないし、うん、まあまあまあ、小さいから弱いって思われがちだけど。結構赤足ってところがね、これどうかな。赤足が強いかどうかがちょっといまいちわからないけど、対馬、大桑、グランディス、帝王。これどうやって攻めていこうかな。じゃあ僕は無制限のところを、帝王だと思うんですけど、ドルクスは無制限のところをちょっと強くしたいので、序盤でちょっと体重が軽いやつを持ってきて、終盤にかけて勝ちを
見越してちょっと虫を選んでいきたいと思うんですけど、じゃあまず赤足に対してミヤマクワガタでいきます。ミヤマ何ミリ？ミヤマは59ミリ。59ミリ。ちょっと赤足が50ミリなんで多分勝てると思うんですけど、まあ普通に言ったら勝ちよね。普通に言ったら勝ちやね。普通に言ったら勝ちなんですけど、まあ一応ドルクスっていうこともあって赤足の力がちょっといまいち読めないところが結構肝になってくるんで、まあ宮間で行きたいと思います。はい、宮間で。はい、で対馬に対しては、虹色クワガタ面白いとこ来た。そう、虹色クワガタで、虹色クワガタで行きたいと思うんですけど、まあここはぶっちゃけちょっと勝てないかなと。はぁ、勝てないかなと思います。対馬、まあ一応ドルクスでリーチもあって強いクワガタなんで、ちょっと虹色にはちょっと頑張ってもらいたいんですけど、結構不安要素がありますね。はい、でオオクワに対してはこれ 6g のオオクワ型なんで確か 68mm かな。まあそうやね、うちで言ったら68の個体を、うん、なので、セアカフタマタクワ型で、6g のセアカフタマタで、体長が78かな。78のセアカフタマタで、これは僕はきついな、多分それ当てられたら、これは多分勝てるかなと。終盤にかけて勝ちたいんで、ちょっと勝てるクワガタということでセアカフタマタでいきます。でグランディスで、うちギラファが 9g いて、しかも体長が 103mm あるんですよね。はい、でここもギラファはリーチがあるんで、ちょっとグランディスに大顎を掴まれたらめちゃめちゃ怖いんですけど、何もできずに終わるってこともあるんですけど、まあ、多分体長的にも有利だし、まあリーチ的にも結構強いクワガタなんで、ギラファクワガタで、ギラファの小切りクワガタでここは対応していきたいと思います。で最後帝王、これめちゃめちゃ強いんですよね。帝王が 11g もあって、でここは、まあ無制限っていうとこなんですけど、残りの体重が 12g までやったかな確か。僕は残りの体重が 12g までしか選択できないので、うちでいる 12g って何かって考えた時に、マンディブラリスフタマタクワガタ 111mm が今 12g 切ってるんですよね実は。お化け、お化けがいるんですよなのでこのでっかいマンディブラリスで帝王に対抗していきたいと思います。はい、じゃあということでね、グッチーが考えたチーム、こちらになります。ミヤマ、ニジイロ、セアカ、ギラファ、マンディブラリスと。はい、はい、一応チーム名は、チーム名は、頭文字を取った、ミニセギマンミニセギマンチームでいきたいと思います。個性が強い何や、はい、このネーミング。このチームでお願いします。対戦の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ第1試合が、赤足クワガタ 50mm と、ミヤマクワガタ 59mm。 それでは、試合の方やっていきましょう。
いやマジか、赤足強いね。足を取るっていうね、足を取ってきたね。いやマジか、ドクターストップかけられるとは正直思ってなかった。普通にもう4つ組で相手の赤足をもう簡単にヒュンって持ち上げてポイって投げるぐらいのイメージやったんやけど、まあ、つまんできたね、つまんできて、まさかのあっこまで離さんってね。うん、いやー思ってもなかったわ。強かった、ありがとうございます。はい、じゃあね、続いて第2試合、これが対馬平田クワガタ 72mm と、虹色クワガタの 59mm。 じゃあ第2試合この2体でやっていこうと思います。はい、これに関してはね、まあまあ予想通りかなと。いやー予想通りやね。さすがに対馬負けんだろうなと思ったけど、虹色クワガタがもうちょっと闘争心とか闘志があれば、まあ、ワンチャンあったんじゃないかなと思うんやけど、まあまあまあ予想通りではあったかな。まあ、まあ、まあまあ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、続いてここでもうすでに俺2敗、俺2勝しとる、ちょっとやばい、2敗してる。次で終わるんじゃないか。次でも次は大川か。いや次強いからねこっち。はい、まあまあ次ね、第3試合、大川方 68mm と瀬谷二股 78mm ということで、第3試合やっていきましょう。はい、まあというわけで、まあ、セヤカの方が勝ちましたね。まあ予想通りなんですけどね、これに関しては。まあまあまあ、ちょっとね、これはね、僕頑張ってほしかったよ、これ、うん。でも体調差がある分、やっぱセヤカの方が有利っていうのもあって、力も強いので、まあ、大クワガタには、まあ負けてもらう予定だったんで、予想通りだと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃ続いてね、第4試合。この辺からでかくなってくる。次が、グランディスオクワガタ 74mm と、ギラファンのコケリクワガタ 103mm。 サイズが違う。サイズ感すごいな。はい、じゃあ、 まあこの体格差で第4試合の方、やっていこうと思います。はい、
はい、まあね、グランディス、さすがに体格差がね、広いよねと思ったけど、うん。まあ、アゴ塞いだらね、ワンチャンあるとは思ったよ、俺。結構ガチガチに戦ってくれたね。うん。いや、結構ヒヤヒヤする場面もあったんで、危なかったってところですね。はい。ギラファの最後の猛攻がね、あーもうね、決まったね。あれは決まった。あそこまで闘志燃やしてくれるとは思ってなかった。強いな、やっぱ。やっぱ強かった。さすがギラファのホグリクワガといったところでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、はい、第5試合最後のね、鳥ということで、まあ、ここまで正直来るとはあんま思ってなかったんやけど、ぶっちゃけ最後のね、この鳥の試合に関してはもう俺最初ね、チーム発表あった時点でもう無理やなって思ったから、もう俺負けかなってこれは正直思ってもうね、87の帝王じゃ111か111勝てんじゃろう。いやー勝てんと思うよぶっちゃけ、ね、うん、まあ、勝てたら、まあ、さすが帝王ドルクスのチームの、まあ、無制限といったところかなと思うけど、まあマンディがね111ミリあるんで、さすがにきついじゃろ。マンディでしょうね。まあ、俺がこういう発言しちゃいけないんだけど、応援せんと。まあ、という意味ではね、頑張ってほしいんだけど、まあ、現実ね、なかなか苦しいかなって思いつつもね、まあ、やっていきましょう。最後の第5試合。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、マンディブラリスの、ま、圧勝まで行ったかな。まあほぼ何もできてなかった、ね、ちょっとガタガタやってすぐ負けたけど、まあ、予想通り勝つことができました。はい、まあね、そんな感じで今回はね、こういう形でやったんですけどね、今回は、まあ、このグッチーの作ったね、ミニセギマンチーム。ダサいとてもダサい。ミニセギマンチームの勝利になりましたねいや、まあちょっとどう思った、今回やってみて。いや、なんか新しいルールということで、なんか新鮮な感じあったね。ああ、なんか自分で体重操作しながら、まあ無制限の方に力を入れるのか、まあ最初の2g からまあ 9.99g までのクワガタの方に力を入れるのかっていうのが結構考えどころがあったので、個人的に面白いルールだなと思いました。はい、ありがとうございます。で、まあ、今回のこのルールで5対5のチームっていう動画をね、作ったんですけど、今回の動画ってまだこの企画作って一発目の動画なんで、全然ね、確立もされてないし、多分ガタガタなとこもあるんで、ルールの改善とか、この今回のね、ミニセギマンチームみたいな感じで、視聴者の方がなんかこういうチーム強いんじゃないのとか、そういう意見とかあったら、まあ、ぜひね、コメントしてもらえたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。